ライズエボル10第4試合フェザー級3分3ラウンドで行います。ジャブ出すんだよ。
そのジャブから、そのジャブから、つなげて、はい、バックフローで倒したいから、バックフローでやっていいよ。サーブで一番、いいよいいよ。そう、そこ聞いた、もうやりたいことは分かってきた。左フックで、はい、右ストレート頑張っていい、ボディも、左フックで、ノーダウン。来ました山科直文です。会場まで足を運んでくださった皆様、アベマ TV で応援してくれてる皆様、ありがとうございます。どうでしたか、あのウォンバットらしさは見せれたでしょうか。ちょあんまり分かんなかったと思うんですけど、まあ、フェザー級すごい選手いっぱいいて、まあ、その中でも自分はトップで戦っていって一番強くなりたいので、4月もし強い選手とできるならお願いします。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。おっす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 、ありがとうございました。ただいまの第4試合は2ラウンド2分17秒ノックアウト勝利に収めました、山科直文選手に今一度大きな拍手をお願いします。選手退場。